こんにちは。漢詩を読んでみませんか。浜中ひとしです。今回はですね、相手の愛という字はですね、お互いにという意味ではないんですよと、そういうことをですね、紹介したいがためにいいですね、漢詩をですね、読みます。まず一首目、ですね、ガチショウですね、今日に帰りてたまたま処すですね、という詩にいいですね、少々にして家を離れ老台にして帰る。若い時にですね、故郷を離れて、まあ年老いてから戻ってきたとそうですね、教員改むるなくも貧も砕くとですね、お国なまりはそのままなんだけれども私の姿はもうね、貧の毛がですね、ボロボロであるとですね、まあ年老いてしまいましたということですね。児童愛見て愛知らずとですね、これがちっちゃな子供ですね、まあ故郷に戻ってきたですね、まあまあ見ず知らずの子供ですね、それが、見て、私を見てですね、で私のことを知らないとそうですね、笑いて問う書くいずれのところより来たるかと、いずれのところよりか来たるとそうですか、まあということで、笑いながら、おっちゃんどっから来たのと言ってね、そういうふうに聞いたということですけども、ここの愛見て愛知らずというですね、これはお互いにいいですね、見ながら、お互いに知らないというふうにいいですね、解釈できますが、実はそうではなくて、相手を見て、相手をですね、のことをですね、知らないというのが第一義ですね。はい。で、それがよくですね、わかるのがですね、多いという詩ですね、ごめんなさい、詩人の詩です。ちくりか、これ非常に有名なですね、毛戦争ですね、まあ大井の別荘が あったところなんですが、そこのですね、ちくりかんというですね、まあ建物ですか、それのですね、読んだそれを読んだ詩です。これの3句目と4句目ですね。森林深い林人知らず、私以外の人はですね、この深い林での私の生活をですね、理解しないと、分からないということですね。そして明月来たりて愛照らすと、分かっているのは明るい月ですね、それが空にかかって、ですね、私を照らしているということですね。これは大井が、月をね、照らし返しているお互いにというふうにですね、読むことできませんね。まあ大井のハゲ頭がですね、照らし返したというふうにですね、そんな意味ではないでしょうというふうにですね、まあ説明されますけどもですね、まさにその通りであって、これはもう月が自分を照らすだけの話なんですね。つまり愛というのはですね、相手を対象に対してそうするということなんですね。はい。ということで、ですね、また、ですね、蒸し返して申し訳ないんですけども、ですね、三月期の李朝の詩ですね、当時の成績共に愛高しというですね、第4句の、ですね、訳なんですけどもね、これは、まあ、先ほどの愛という意味、お互いにという意味ではなかったということですね、
当時、若い頃の、名声と行動は共にですね、相手に対して、人様に対して、自分以外の人に対して高かったんだと。ね、誇れるものだったんだというだけの話であってですね、あなたも私も互いに高かったというですね、いうふうに解釈することは不自然なんですね。ところがその訳、解釈をしているですね、二つの例が、まずが岩波文庫ですね。飯倉翔平さんという人ですね。あの頃の私は、あなたと共に、何？共に？読めない。これ何？共に、栄冠を勝ち取った名声に包まれていたと。あなたと共にというですね。これは二つのですね、語訳があるんですね。この共にというのは、声と、声と、席ですね。が、共になんですね。あなたと私と共にではないんですね。ね。なので、それに対して、このですね、その、名声やからですね、噂だけ、評判だけが高かったと。評判だけじゃなくて、実際に実力も、やった行動も高かったんだ、ということがここ、述べられていません。それから、ですね、新潮文庫、三好幸夫さんの、ですね、中では、ですね、思えば、あの頃は、あの頃は、私も君も、秀才の誉れが名実ともに高かった。そうですね。名実ともにというのはそれでいいと思いますね。成績、生と席ですね。でも、君も、ですね。私も君も、君もはいらないんです。これ自分の、今と、ですね、過去とですね、比べているだけの話ですから、君もなんて余計なんですね。これやっぱり愛という字がお互いにというふうに解釈、してしまっているというふうにですね、考えられます。で、まあ、岩波文庫、それから新潮文庫ですね。そして、三月期というですね、まあ、高校ではですね、非常に人、ポピュラーなですね、まあ、ほとんどの高校生が読んでいると言えるような、ですね、そういう作品についての解説ですね。それもこれ結構影響力あるんですよ。この解説がですね、どうもですね、偏っている。そしてこれが訂正されていない。もうお二人とも亡くなっているから、訂正しようがないんですけどもね。まあ、どなたかですね、ちゃんとした人が、新たな、ですね、解説の中をですね、作るべきだと私は思います。はい。また何回も何回も蒸し返して申し訳ありません。でもやっぱりね、影響力のあるですね、ものはですね、非常にですね、怖いですね。で誰もですね、それに対して批判をしないというかですね、考えを改めようとしないということはちょっと、怖いなというふうな気がしまして、ですね、蒸し返した次第です。最後までご視聴ありがとうございました。